移転か現在地再整備かで揺れる築地市場問題で、移転先とされた豊洲地区の汚染物質処理実験を行っているとは、今日確実に無害化できることが実証されたとする中間報告を発表しました。豊洲では最高で基準値の4万3000倍もの汚染物質が検出されたため、都では専門家からの提言に基づいた汚染物質の処理実験を汚染のパターンごとに1月末から6月までの予定で行っています。今日の中間報告では汚染処理対象土壌の8割にあたる汚染パターンについて確実に無害化できるという結果が示されました。反対する、理由の大きな理由の一つになってございますが、この今回ご報告させていただきます実験結果をご覧いただければですね、そうした、業界の方々あるいは都民の方々、こうした方々についても、まあ、安心していただける。今回の結果発表は市場移転の是非をめぐる議論に大きな影響を与えると見られています。民主党が反対する豊洲移転費用を含む新年度予算案は明日行われる都議会の予算特別委員会で討議されます。はい、都は豊洲地区の汚染物質を無害化できるという中間報告を発表しましたが、まあ、もちろん技術を信用しないわけではないんですが、やはり口に入るもの確実に大丈夫なのかなという気はしますね。私も今回の中間報告をもって、豊洲への市場移転を既定路線として進めてほしくはないと思います。それが私の意見です。何度も言っていますが、高度な技術を駆使しなければ環境基準をクリアできない土地に都民の食の拠点である市場を移すという考えに、私はおいそれとはうなずくことはできません。明日からの都議会には多くの参考人が出席予定ですが、ぜひとも公害研究の観点も含め幅広い視点で徹底的に議論してもらいたいと思います。その議論がなければ納得することはなかなかできません。